別府市の幼稚園で今日実施された食育実践プログラム。栄養士を目指す別府大学短期大学部の学生が食への関心を持ってもらおうと企画しました。幼稚園に入りたての3歳児さんがどうしてもこう食欲が湧かないとか食べる量が少ないのっていう問題もあるので、まずは食べる楽しみとかですね、作る楽しみ、そういうものを知ってもらうというきっかけが作れたらなと思っています。みんなでおにぎりを作ろう。今日は3歳児の園児14人が学生と一緒におにぎり作りに挑戦しました。用意するのはご飯と海苔のほか、おかか、鮭フレーク、桜伝部、ごま塩。この材料で可愛らしい顔のおにぎりを作ります。ぎゅ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 。ほとんどの園児にとっておにぎり作りは初めての挑戦。海苔や具材を使って思い思いのおにぎりを完成させました。できた。何のおにぎり作ったんですか？車パパで、車アンナで、車パパで、車。これ車？そしてウサギ。ウサギ？サカボール。サカボール。いただきます。はい、どうぞ。お昼の時間、子どもたちは早速自分で作ったおにぎりを食べました。普段は食べるのに時間がかかる子も、今日は食が進み、一気に3つ全部食べる子も。全部食べたね。どうだった？おいしい。楽しかった。楽しかった？嫌いなものをあえてこう一生懸命食べさせようっていうことよりかは、好きな気持ちをどんどんこう増やしていくっていうことが大切なんじゃないかなと思ってます。食への関心を持つことで自ら進んで食べる子どもたち、好きな気持ちを増やす食育の効果と言えそうです。